エレガンシュタイム、略してララシュタ。最近ね、ライブで共演者さんにラジオ聞きましたよって言っていただける機会がちらっとほらっとあって、ララは非常に嬉しいです。特にこの間は元バーバヤーガの千代子ちゃんから出番直前にラジオ聞いたんですよって言ってもらって、なんかすごいやる気がぐわーって湧いてきて、ドーピングみたいでした。あと、田園と少年 CQ のゆっきゅんからもラジオ聞いてるんだって言ってもらえて、もうすごい報われた気持ちになりました。ありがとうございます。あとルアンちゃんかわいいです。そんな感じで、やり始めた時は誰が聞いてくれるんだろうって思ってたんですけど、なんかやってよかったです。はい、やってて楽しいからやってるんですよ。まだまだ6回目張り切っていきましょう。ゴーゴー。シュガーシュガーラのラララエレガンシュタイム、教えてラーラー、わっしょーい。はい、このコーナーではみんなたちからの質問にララが答えていきます。簡単なコーナーです。じゃあ今週の1通目はこれ、ララン、ラジオネームラパイッチさんからいただきました。ありがとうございます。ラパイッチさん2回目ぐらいじゃない？なんか結構登場してる気がする。ララさんこんばんは。こんばんは。さて、ララさんに聞きたいことは、ララさんの経歴や生年月日などのプロフィールが謎に包まれているので、少しでいいので知りたいです。教えてくださいとのことです。ありがとうございます。まず生まれてで何年かいろいろして、で、私はまず、メイドさんになりました。とあるお城のメイドさんになりました。なんか、田村ゆかりさんを好きになってから、ステージで歌って踊ってキラキラするのにちょっと憧れるようになって、で、なんかちっちゃいステージで歌えるバイトお仕事ないのかなって思って探してたら、ちょうどいい感じのちっちゃいステージがあるところが見つかったんで、そこでメイドさんとしてお給仕することにしました。どのぐらいやってたんだろう。2年 ?3 年、なんかそのぐらいやってました。で、そこでメイドさんしてて、そしたら、そこのメイドさんが、私が前いたタペストクレコーズ?レコードに所属してる女の子だったんですね。で、もうその子はいないんですけど、タペストクには。で、その子が、なんか、私を、いさなってくれて、わわわーって、気づいたら私はタペストックレコーズとどっちだっけに入ることになり、でそこでいろいろラップとかをやって、でまたわわわーっと気づいたらお茶碗図になってて、でわわわーっと今逆さまになってます。こんな感じで大丈夫でしょうか。あと生年月日
あ、生年は、ちょっと、言いたくないんですけど、言ってもいいんだけど、なんかずっと隠してきちゃったから、もう今更言いたくなくなっちゃって。で、月日は、私6月5日生まれなんですね、本当は。でも、6月5日って覚えにくいから、6月6日の方が66で覚えやすいって思って、私一時期ツイッターのプロフィール6月6日生まれに設定してて、なんかちょっと嘘ついて、嘘？一日サバ読んでたんですよ。でも、やっぱりオタクの人ってすごくて、なぜか6月5日生まれのことをちゃんと知ってる人がいて、なんかお誕生日おめでとうとかは6月5日にちゃんと言ってもらいました。誰も騙されてなかった。あ、でも一人だけ、あの前、同じメンバーだったパタコ&パタコちゃんって子は、私が6月6日生まれだと思ってくれて、6月6日におめでとうって確か LINE をくれました。パタちゃん今何やってるんだろう。はい。これがララの生い立ちでした。わわわバシャールある。めっちゃ並んだね。ねえ、あんな並ぶと思わなかった。でも、並んだだけあって、すごい美味しかったね。しかも、インスタ映え抜群。後で載せたいから写真送って。オッケーオッケー、LINE しとく。あ、席、一個空いた。あ、席、一個空いた。二人の目の前の席が一個だけ空く。座りなよ。結構並んだし、疲れたでしょ？いいよいいよ。A ちゃん座りなって。よし、席ゲット。ん？でも待って、ここで座ったらあからさますぎ？一回遠慮されるのはマストだし、まるで自分が座りたいがために先手を打った感満載じゃない？仕方ない。もうワンクッション置くか。いやいやいや、いいっていいって。いいちゃん座りなよ。しゃ、これで着席確実。これ以上引き伸ばすのは、かえって迷惑かなを装って、お言葉に甘える流れ入りました。そう？ありがとう。じゃあお言葉に甘えて。うん、どうぞ。私あと5駅で降りるし。私あと5駅で降りるし。やられたー。うちあと3駅だし完全に負けじゃん。なんなのこの女。うちがあと3駅で降りるってまさか知って。あ、まさかあの時うちのパスケースかわいいって言って褒めるふりして最寄り駅チェックしてたんだ。恐ろしい。あ、ちなみに B ちゃんはあと何駅なの？2個。どうしようどうしよう、もう完全に追い込まれた。こんなのもう絶対負けじゃん。ふふ、残念だったわね。この私を差し置いて座ろうとした度胸だけは褒めてやるわ。最初からこのゲームあなたの罪だったのよ。くぅ、これまでか。次はエビシュー、エビシュー。ラッキー、座れた。続いての質問は、
こちら、ララン。ラジオネーム、キキさんからいただきました。ありがとうございます。キキさんもなんか、前回ぐらいに読んだ気がする。どうしよう。みんな送ってください。でも、キキさんありがとう。じゃあ、読みますね。逆さまで読んでもシュガーシュララさん、こんばんはでしゅ。はい、こんばんはです。今でこそ、シュガーシュララ、イコールお料理上手のイメージですが、嘘だ。やっぱり最初の頃は失敗したり、見た目がとても独創的なものができちゃったりしたのかなと思うんですが、そんなエピソードあったら教えてください。とのことです。ありがとうございます。料理は苦手ですよ。苦手？もしかしたら苦手じゃないかもしれないけど、そんなにやったことないから。いや、でも苦手です。なんかこの間も、逆さまのみんなで、ねるねるねるねをライブ中に作るっていうやつがあったんですけど、なんかね、私も確かに悪いんだけど、説明の裏、袋の裏の説明が、ちょっと初心者向けじゃなくって、なんかちゃんと本当の一番から書いてほしいんですけど、なんかなかなか本当の一番から書いてくれる袋の裏ってあんまりなくって、なんかこの間のねるねるねるでも、まず容器の三角の部分、お水を入れる三角の部分を切り取るって書いてくれてたらちゃんと切り取ったんですけど、書いてないから、普通にそのまま三角のところにお水入れたんですね。でもなんかその後に切るみたいになって、水入れた状態で切り取らなきゃで結局水こぼれたし、うん。本当の位置から書いてください。あ、そうだ。あと、なんかお粥作ったことがあって、なんかお粥作ってるとき、なんかだんだんじわーって、お米が茶色いのじわーって出てきて、で、なんか、あれ醤油入れたっけって思ってて、でも結局それは焦げてました。焦げがじわーってしたから、来てたってだけだったです。あとなんかあったかな。あ、そうだ。さっき私、メイドさんをやっていたって言ったんですけど、なんかメイドさんってやっぱり、オムライスとかホットケーキとか作る機会があるんですね。なんか指名されたらその人が作るんですけど、私はホットケーキもオムライスも全然注文入らなかったです。そう、だからね、うん。苦手です、お料理は。もうこんな感じでいいですかね、このエピソードは。じゃあまた、待って、あと、私は来年、ABC クッキングスタジオに絶対通いまーす。終わりー。ありがとうございました。シュガーシュララの、シュガラエレガンシュタイム。はい。それでは、ここで今夜の一曲を流したいと思います。今夜の一曲はこちら。逆さまで真夜中のスケッチ。夜の風
聞いていただきました。逆さまで真夜中のスケッチ。すごい可愛いし、いい曲ですよね。なんか私も、お茶碗図の時逆さまさんと結構対バンすることがあって、その度に楽屋でこの真夜中のスケッチ聞くと、ああ、この曲好きだなーって思ってた一曲なんで、今自分でその曲が歌えてるっていうのがすごい嬉しいです。あと、そう、逆さまさんは、逆さまさん、ちょっと、もうちょっと親近感を逆さまって呼ぼう。逆さまは、すごい本当にメンバーがみんないい子だなって思ってて、なんか特に、そう、私って期間限定のメンバーじゃないですか。で、この間、物販の時に、ちょっと時間が空いた時に、逆さまのメンバーと話してて、そういえば、ララちゃんって期間限定、だからいつかはバイバイしなきゃだよね、みたいな話になって、でそしたらなんかね、みんなが、ああ、そのこと考えたくない、とか、そう、寂しいって言ってくれてね、すごい嬉しかったです。なんか、私、台風のようにバーッと突然逆さまさんの中に入ったじゃないですか。で、そんな私なのに、そうやって寂しいなんて言ってくれて本当にいい子たちだなーって、うん、感謝してます。あと逆さまさんの、あ、そんと逆さまさんって言っちゃった。逆さまのファンのみんなたちもすごい優しい人ばっかりで、ね、だって突然さ、知らない人入ってきて、しかも期間限定っていう中途半端な立ち位置で入ってきた私なのにすごいね、優しくしてくれて本当にありがとうって感じです。逆さま大好きでーす。シュガーシュララのラララエレガンシュタイム、そろそろララバイのお時間でしゅ。そう、さっきまで話していた逆さまのドクターマヒルンちゃんの生誕イベントが11月15日の夜、新宿モーションで開催されます。やったー。そう、でも生誕って言っちゃいけないんです。なんかマヒルンちゃんには独特の考え方があって、なんか自分の生誕を生誕ってなんだっけ、言いたくないみたいな。そう、ちょっとね、私の言葉じゃ薄っぺらいんで、詳しくはその理論はマヒルンちゃんのブログを要チェックです。すごいなんだか深いです。さすがドクター。はい、なのでそんなドクターマヒルンが生まれたらしいので、みんな生まれてやったーって言いに来てください。お願いします。逆さまの他にはドッツさんと夏の大三角さんも出演してくださいます。みんなで盛り上がりましょう。待ってます。うん。で、この番組は毎週水曜夜9時頃にした9時頃にまたアップしていくんで、来週もチェックお願いします。いろいろ質問コーナーとかもお茶わんず .com のホームページから応募できるので、ぜひご応募ください。待ってます。よし、これが終わったら私は飴を舐めます。さっき収録前に飴もらったんですけど、飴ボリボリ噛んじゃう人だから、収録終わってから食べることにしたんです。ぶどう味の飴が待ってるんで、皆さんここら辺で、せーの、おっちゃー、また来週。レポーズとウエストサイドプリントクラブの提供でお送りしたでしゅ。